細川宗隆は、江戸時代中期の大名。日後国熊本藩五代藩主。熊本藩細川家六代当主。には、十四位下。自重、腰中守る。陰号は、鷹の林。院。四代藩主、細川千奇の四男で、六代藩主、細川主家方の兄にあたる。陽名は六眼、署名は、菊又脇たち。また、はじめは、 長岡生であったが、兄たちが溶接したために着難となり、細川に改正した。性質は、奇襲藩六代藩主、徳川宗直の娘、ゆ姫。教法十七年、父、千治の死去に伴い16歳で家督を相続間もなく八代将軍、徳川吉宗より返旗を賜い、宗高よに知事を取ったものであろうと解明。当時の熊本藩は、父、 千治の時代から、洪水、飢饉、干つなどの天災に悩まされて、出費が著しいものとなっていた。また、ムネタカが藩主となった翌年には参勤交代に、使用される大船、波なこれマルの建造費、さらには、洪水、飢饉、薬病などの天災が起こり、その知性は多難を極めた。漢方二年江戸洪水西国大名の手伝い武神、 もう参照を延期を4年8月15日、月礼廃芽式のため登場し、大広間脇の川屋に立った際、旗本より愛石の板倉勝金に突然背後から切り付けられ、間もなく絶命した。去年31。勝金には日頃から狂気の振る舞いがあり、この時も本気筋に当たる安中藩主。 板倉勝ラカが自らを敗するのでないかと勝手に思い込んだ勝金がこれを逆恨みして人情に及んだものだった。ところが細川家の供養門が板倉家の供養派門とよく似ていたことから宗高を勝ツキと勘違いしたのである。これにより細川家は窮地に陥った。31歳になったばかりの胸高にはまだ子がおらず養子も立てていなかったのである。 殿中での人情にはただでさえ、喧嘩量成敗の原則が適用される上、四次まで書いては、細川家は、改役必死だった。この窮地を救ったのは、たまたまそこに居合わせた仙台藩主、伊達隆村である。胸村は起点を聞かせ、越中主殿にはまだ息がある。早く、屋敷に運んで手当てせよと細川家の家臣に助言した。これを受けて、家臣たちは、胸高の遺体を、 上中から細川藩邸に運び込み、その間に藩主、宗隆の弟、年を末期用紙として幕府に届け出た。そして翌日になって宗隆は解放の会なく死去と報告。その頃までには人違いの事情を抜閣も確認しており、細川家は事なきを得た。墓所は京都府京都市の大徳寺高等院。細川家の供養門板倉家の 供養派門変更後の細川供養門宗高王子の方はたちまち江戸市中に広がり、口差がない江戸っ子は、早速これを川流にして九つの星が十五の月に、消え剣先が供養に当たる十五日と呼んでいる。剣先は刀の先の尖った部分を身頃と襟と奥身の交わる部分に引っ掛け、また供養は細川家の供養門を供養に引っ掛けたザレ歌である。 家紋の見間違いが人違いの原因となったことから事件後、細川家では供養の星を小さめに変更した。さらに通常は上下の両胸、両袖表、背中の5箇所に家紋をつける礼服のことを五つ紋というが、その五つ紋に両袖の裏側にも一つずつ付け加えて後方からでも一目でわかるようにした。この細川屋独特の神下は 細川の七つ門と呼ばれて、始祖制を明示する際にはよく引き合いに出される例えとなった。ありがとうございます。